昭和グー、じゃんけんぽん。右側、右側。あ、リセットボタン誰か押せる人押してあげてください。どっち名前。大江戸ファイト、秋尾投げさん。あ、秋尾投げさん。今回初で俺名前書いてるの見てなかったから参加者かどうか分かんないままだった。申し訳ないです。すげえ待たせちゃったよ。仕方ないね。初参加の人を前のブロックにしよう、今度から。うん、そうしよう。さあ、秋尾投げさんがワンピーガー、今回初めて、今日、しかも、ノー試合で見てないですから、全く分かんないですね。トラルフシェルミ、プービーガー、大江戸ファイトこと、シンゴ。さあ、前で普通に浮遊してて、俺がビビりましたけどね。浮遊しか狙ってない、このチーム。さあ、フェンボーフェン、兄弟マイ。シャーシダグ、レッド空振り、ビービー、ゲームカード、ボディ、レッド空振り、これ、馬行の関係で当たらない、ガードも出れない。シャカミシーリゲーム、バイク、車輪落とし、だった気がするような、奈落みたいな。違う。さっきあれはね、ベニプルのマイクだと思う。読み方ちゃうかもしれない。マイビーはベニプルやったと思う。あーっと B へ届かない。シャーシリエンブシャーミーボディエンビー厳しいコフル、これうまい。歩いて C、 プレッシャーがある。さあ5点エンブエンビーシャーミー AB ジャンプ D でトラペない上イエビュー超空振りしたところに禁止からごとっき。あれでも龍神将空振りした後は馬行がすごい低くなってるんで、クリップのしゃがみシートも当たんないんで、ね、注意が必要です。シーナイビーレッドボディガードしてしゃがみディ B へしゃがみディボディガードジャンプディ速い。これはガーキャン空振り、はい直径レッドガード歩いてレバガチャ信号パンキッチ。このレバガチャ通って本目取り返す。慎吾さん、そして次はラルフ。さあ秋尾投げさん、ちょっと、まあ、名前の見たことがよく分かんないんですけれども、ラルフ今日、そしてシェルビー、フラッシュビーから構成、ジャンプビージャンプビージャンプビー、乗っかって乗っかって浮上シャンシー、エンシーから振り、おーっと上りジャンプだいぶ上取りに行く。ジャンプ D にガーキャン、しゃがみ D でこかして走ってしゃがみ D 垂直ジャンプ待ち、走って天地から振り、しゃがみ D しゃがみ D 天地ジャンプ D が上り、さあ屈伸も見せて投げはクライマーフェンアピール、しゃがみ C 屈上から振り、アルフが取っていく。秋尾投げさんが強い。シャーミー最後テレポート近づいてダイビングするバックテープリッキーボールから浮遊してる。シャーミーダフ、あーっとこれは入ってしまう。さあ浮遊決めて大将戦のアテナ対シェルミ、アップしてファイコボール、シャーミーファイコボール、ファイコボールガードして最後ボール、さあ浮遊見せられちゃうとちょっと怖い。ダッシュからスルー、歩いてクリスタルビット、走ったね。ジャンプリーガードしてシャガミディ最後ボール食らえない、空振りステップから投げるジャンプリー、さあ今日投げさん2番手までの勢いを取り返したい。浮遊していく、大胆に浮遊していくが大光沢はもうできてる。厳しいシャンビーガード、ピーチが当たってシャガミディパイコボールガード、ゲージがもうない、歩いてシャガミディ時間もない、5秒4秒、これはどうしようもない。取ったのはシンゴさんですね、大江戸ファイトさんですね。では連戦になりますが、スノファンと秋尾投げさん、ごめんなさい、連戦になります。角さんとじゃんけんしてください。
最初はグー、じゃんけんポン。ワンピー側がツノさんで、プーピー側がアキオナゲさんですね。誰かリセットボタンをお願いします。そんなにというセブンはい、ああはい、プレイ料金払ってない疑惑の人が、嫁プレイヤーさん、ジャーさん、無敵の竜さん、ラッシーさん、でもラッシーさんとか払ってた、あ、そうなの、はい、はじゃあ大丈夫、払ってない疑惑の人がいるらしいんで、ちょっとお願いします。結構毎回そういうことあるんで、ここら辺はよろしくお願いします。まあ2回負けて2回コイン入れたと思って100円ください。ならくしゃがみ禁止、落とせない、75式ガガンジャンプリーネプミー投げる、わあ黒投げさんが力強い、鬼上げ暴れガード、ジャンプリーにガーキャン、ボフはガードして歩いて投げ外し、ボディー反射った、しゃがみしい。さあ1本目を取る秋尾投げさん、日和大凶、かしこ足からの虫切り、走ってシワガード、ボディーの上からジャンシーディー、ピエエンディジャンプシー A、青いはない1段、ジャンプリーグで暴れの前飛びをプルして取り返したのはワンピーがこの感じです。ジャンシー2日目、エンシーからの青いはない、もうこの場で止まってお見合いの後はラルフの投げが通る、じゃあしゃがみしーしゃがみしー、アルゼンチンは空振った、ジャンプエグフータイク、しゃがみへしゃがみし、キビ走ってダッシュからのアルゼンチン、キビこれでガーキャン、こっちもガーキャン、お宮空振り冷静だった、しゃがみしをパスでアキオ投げさんがリーチをかける、フラワーガードパスでしゃがみし、ジャンプシーでカウンターだが、おいとおおジャンプへ、C をガードしてジャンプ2でかぶせた、かぶせ始めたラルフ、 D、C ダッシュを溶かして D、D、C ジャンプ C 前からしゃがみしにガーキャン、しゃがみしああ、フックルジャンプ NC が飛びに当たって屈伸も見てるが NC上りジャンプうまい、これはガーキャン絡めてしまう、しゃがみしラッシュからのアルベンチ、まあ虫の息このままライダーキックが当たって勝ったのは秋尾投げさん。では無敵の竜さんと大江戸ファイトさん、ジャンケン最初はグー、向こうがワンピー側が無敵の竜さんで、スープが大江戸ファイトさんですね。初参加なのに最後のブロックって申し訳ないんですけど、普段やってはるんですけど、あとエンジョイゲームみたいな昔やってたから、おいな、いや払ってないやつが払えばええねんけど、それは不足いくら、え、いやでも不足100円やけど、絶対俺この2人分のあれがあるんちゃう、まあいいや、じゃあ100円でいや、いいよ別にそんな足りなかったらなんか言うわ、ワンピー側が無敵のリュウさんですね、ツーピー側が大江戸ファイトことシンガさん、さあシンゴさんはまた冬を見せるのか、当て名前ダイモン、一方無敵のリュウさんは、両強より
両者さっきと同じチーム構成の同じような戦法戦、まあ、前は超必殺忍び町の爆発力があるんでだいたい後ろに回されることが多いんですが、慎吾さんは先方において強戦、画面端で落としてから前ディーカーが後転で避けて中央線、ここからどういってくか、ダンビーから毒ガニ3段決まって画面足インシーにガカンかけてきっちり対空、さあここからどう取っていくか、つまりゲージが1本ありますんで禁止から忍び鉢で逆転の可能性はまだある、さあ毒ガンと荒髪で横押ししてガーキャンでまた画面足中段見えて最後3段打ち切ったところに2C から超必殺忍び鉢で取り返して寄せんがパーフェクトで負けてしまいますが、イオリ側のまあゲージを貯めさせなければよかったということで両者ノーゲージですが、大門対イオリ、大門が空手のプレッシャーかけに行っていつ柔道家として投げるかが、小足からワンコンボ青いバナ入って画面足を追い込んでそのままさっさと気づかず倒したいところですが、通常から地雷で一気にライフ追いついてが、ここでやっと大門側にゲージを一本できたんで、まあ、一安心というところでしょうか。やめればうまく受け身で避けますが、まあ、青い花待っていたと言わんばかりに3段決めて大将のアテナとイオリ、ダイモン笑ってたんでゲージが2本ですね。あ、イオリもゲージ3本溜まった、復活にサイコボールが打てなくなる、こっからどうライフを削っていくか、まあ、イオリ側はまあでもいいや、捨て駒扱いでも殺しにかかっていけるんで伸び伸びやれますが、アテナ側はそうもいかない、ガーキャンで少しずつですがダービーフォー取っていってヤンバラインサイコサイクックスルーはうまく入らないが、最後今日の鬼明けでしっかり対空を取って勝利をしたのは敵の竜さん、次が、こことここでいいんですか、角、はい、さんと、連戦ですが、大江戸ファイトさんで、で、あの松風っていうのはさっき城戸さん言ったんですけど、マジに私に恋しないキャラなんですけど、あのコラボ企画でワールドスカイのライブ X に出てるんですよ。で、あまりにもそいつがうざすぎる、やればわかるんですけど、とりあえず爆殺しろよ。これもどうでもいいこと言いますけど、クミボーズさんっていう、はいはいはい、本名松川って言うんですか、はい、知らない人いきなり煽れませんから知らない、はい、勝利でも早くて、はい、僕も知ってるけど、NC で終わったけど、あー、ありますね、バーディーキーで松川ひどい扱いですね。でもこう言ってる間に、ワンピーの角さんがイオリ、ウラクリス、ウラヤシロで、スピガーシンゴさんがダイモンに変えてウラヤシロ、そして先方戦イオリ対アテナ、ゲージがないんでとりあえずボールは打っていけますが、イオリ側の通常技にをどうさばいていくか、あな、うまく耐えてさばきたいところ、画面足を背負ってしまいますが、2C でうまく対空取って画面足抜け出したいところですが、ユリオリからワンコンボからはリバーサー大ジャンプで拒否をしますが、また画面足を背負ってしまう、うまく投げてそして浮いている、おお、これはうまく、とりあえずもう出しとけと言わんばかりの八乙女、ガーフはできませんが、もう一回狙えるのか、
は浮いてないな。がライフが徐々に詰まってきて残り5秒、ここから投げ一発でも入れば勝てますが、うまくボールをジャンプ D でさ越え越えて、イオリが前方線取ってゲージがない前はきついですが、早々にイオリが画面足追い込んでワンコンボ、そしてピヨってしまったから西から八乙女、ノリノリのイオリが最初戦裏社、そして45秒なんで結構回復しますね。これ裏社もゲージがない、ここからとりあえずゲージを貯めるか、それとも掴んで投げるか、どうにかしたいところですが、画面端から逃がさねえよと言わんばかりにイオリがノリノリで攻めていく、うまく投げてここから置き詰め、インディーはうまくガードしますが、それでもライフは5分、エンゲーに側かぶかけてうまく空中でイオリをさばいていく、ここからリバーサルで投げてとりあえずイオリを倒してゲージも1本がある、そして裏後ろ同期争い、ゲージは1本ですが、わーうまくジャンプからワンコンボで勝利をしたのは頭脳さんです。はい、最後は無敵の龍さんと清投げさん、あ、無敵の龍さんと清投げさんで最初はじゃんけんポン、これ清投げさんが勝てば無敵の龍さんとじゃんけんで決着決めますが、無敵の龍さん勝てば文句なし1位通過です。さあ 1B 側秋尾投げさん、ヒョーラルフシェルミ、なんかもう今ゲームやってないらしい、完全にエンジョイ勢らしいんですけれども、この動きはどう見てもやってた人の動きなんですよね。メシガードしてしゃがみボディ、ヘッドが当たって DC 押し払い、キリマエビ長くでまとわりつかい、ボディボディしゃがみにあー、ふかし壊したが、おみやき、ジャンシーにガードが間に合う、くしゃみきボディ、ドクアミガード、禁止、お互いかなりボディがメインダメージ源、ガードして、まだ13秒あれば虫切りがある、なんと1本目、無敵の龍さんとの同キャラ対決を取るのは、秋尾投げさん。T RTB 全然やってたこの動き、姉妹にレッドアップ届かないバコー、ええおお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 おラギャンフトラシは届かない、いい手振り、当たったのかもしれないけれどもライフはロックだった、バラルフのゲージがないわけですが、イオリオ、おお橋を背負ったのに前に出る、あバルカンが漏れて正確な反撃がない、エンシー眠れガード、バックステップ空中くらい組むためで掴んでしゃがみしにいかな、おいまなあー、急降下爆弾パンチ、死なないから危なかった、やばいやばい、飛び越えて全然こうで一瞬待って立ち、すげーぞ、レディ
さあ、秋尾投げさん、じゃんけんに持ち込むまで両方を倒すのみ。しゃがみ、しかし無敵の竜、名前にあるようにこの両のジャンプビーガーキャン、ライジンセプト相打ち、ライジン、ライジン、シャガシーにかけまして、ゲージが2本、シャガミーで遠心潰して、シャガミー攻撃、暴れ潰し連携、引っかかってしまい、大将のシェルミシーとじわりに、ここにガーキャン、シャガミーを止め、リーガーキャンして、空振り、シャガミーに動かして、食らえないガーキャン、画面足昇竜の空振りを出しに立って、ジャンリー心配服、発動ゲージは3本、2本か、おっとダッシーディー勝ったのは、アキオナゲさん。では毎度バカバカしい話なんですけど、じゃんけんで負けると負けです。では、台車通るんで前にお願いします。じゃあまあ、無敵のユーさん、じゃんけんで勝てば、なんと抜けちゃいます。いきましょう、最初はグー、じゃんけんポン、あーよかった。では秋尾投げさん抜けですね、おめでとうございます。では抜けたジャーさんと10円プラチスさんとリクルさんとうどんスキーさんと秋尾投げさん、前にお願いします。レディーゴー。なんか K1 式にしようかなと思って。ジャーさん早く来て、ケーン勝ったら失格やで。5秒以内、4321、アウト。お疲れ様です。1位抜けって誰やったっけ。秋夜投げさんとジャーさんとリーブロックはリクルさん、ジャーさん。K1 式にしようかな。はい、誰が勝った、どこ入ります、一番楽なところ、楽なところで秋尾投げさん、はい、次誰勝った、ここジャーさんは、はい、じゃあ自動的に決まりました。残りがうどんすきーさんと10円プラチスさんですね。じゃあ決勝トーナメントいきましょう。うどんすきーさんと10円プラチスさん、じゃんけんしてください。